はい、どうもです。大の大冒険やっていくんですけども、ちょっとお昼の投稿みたいな感じになりつつありますね。で、今日はですね、ボード強化について、まあこちらですね、ボードこれですね、ボードの強化に関して今すごく自分の中では後悔していることがあるので、まあそちらの皆さん、これからまだ途中、まだそんなに進んでないっていう方ですかね、ぐらいの方に関して、まあ僕みたいな後悔をしないように、まあちょっと動画にしてまいりました。で、まあどんな内容かって言いますと、まあまず今の自分の状況ですね。ストーリーとしては第3章の上級4話というところまでやってまいりました。で、まあ今自分の総合値的にはですね、11000ぐらいなんですよ。11600で13000ぐらい、まあ12000後半ぐらいまではクリアすることができますね。なので、まあ、2000差とか1000差ぐらいのところであれば、まあ、クリアすること自体はできそうだなというところです。で、まあ、現状の編成を見てもらったら、もしかしたらボード強化が集まってそうだなってわかる方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、はい、これでボード強化が今詰まっております。でもこの4キャラをですね、中心に自分は育ててました。で、まあ、ここからさらに強くしたいなと思ってボードを埋めてってたんですけども、詰まってきたんですよね、ここで。で、まあ、なんで詰まるかっていうところなんですが、まあ、今回、はい、まあ、ちょっと一覧まとめております。で、現状仲間にできるキャラクター、まあ、ヒュンケルから始まって、まあ、アバンとかダイとかポップ、マーム、ヒュンケル、そしてクロコダインと。で、まあ、自分の職業ですね、まあ、こちらの表をまとめてるんですけれども、ボード強化する際にですね、まあ、このきらめきっていうのが2種類、まあ、あるんですけど、そのそれぞれに対応する色みたいのがあって、で、まあ、それが素材として獲得できるんですが、まあ、こちらがですね、キャラクターにそれぞれ指定されてますという感じになってます。で、現状ですね、自分のデッキというか、自分の編成がどうなってるかというと、こういう形になってるんですよね。で、見ていただくとわかるんですけど、赤と青、そして勇者も赤と青ですね。で、ポップっていうのが青で、マームが赤ということで、赤と青が3つ被ってしまっているというような状況が生まれてました。で、もうこの時点で、まあ多分、積むんだろうなと思ったんですけど、赤と青の素材がかなり足りないです。で、逆に緑とか白とか、まあ、あとは紫とか、まあ、その辺はですね、非常に余っているっていう状況が生まれてて、もっとですね、編成をよく考えてバランスよく育成していれば、まあ、こういうことは起きなかったのかなというような感じの現状になっております。で、まずなぜこの編成に自分がしているかっていうところなんですけど、まあストーリーを進めていくにおいて、やはり回復役っていうのは、まあ、要所要所絶対必要になってくるなということで、まあ、自分が回復役をするか、マームにやってもらうかっていう、まあ、この2つの選択肢しかないかなと思います。で、まあ、ポップに関しては基本的に相棒にしてておまけなんですけど、まあ、魔法が有効なステージっていうのももちろんあるので、まあ、特に炎が弱点のクロコダイルとか、まあ、そういうのがいたりするんで、まあ、そういうところでは非常に有効かなと思います。で、まあ、台に関しては僕最初リセマラで取れたのがナイフなので、まあ、そのナイフを使えるキャラということで台を使ってます。じゃあなんで勇者にしたかっていうところで言うと、もう一つ武器として槍が取れてたんですよね。星4武器の槍が取れてまして、まあ、この槍を使えるのが勇者だけというような感じになってます。まあ、なのでこの編成というところだったんですけど、もうすでにやっぱりリセマラした時点で積んでたっていうことなんじゃないかなと思いました、僕の時点では。で、まあ、どういうことかっていうと、槍と台のナイフ獲得した時点で、まあ、この2人がもう選択肢に固定されるんですけれども、その時点で、はい、赤と青がもう被っちゃってるんですよね、2つ。これはだいぶ厳しいなと。もう赤と青で、自分の感覚的には4人の中で被りが同じ色の被りが2つまでであれば、なんとかうまく上げていけるかなっていうような印象でした。で、ストーリーとかそのチャレンジクエストとかいろいろこなしていると、まあ、それなりに集まってくるので、あんまり困らなかったんですよね、最初の方は。ただ後半になってくると、急激に減っていってですね、まあ、非常に枯渇する状況が生まれると。で、まあ、2つまでであれば、2つの被りまでであれば、それなりに育成は進むのかなっていうところもあったので、まあ、今回編成を考える上で同じ色は2つまでみたいな感じで序盤進めていったりすると、まあ、結構上級後半ぐらいまで、うまくキャラ育成できるのかなというようなペースなんじゃないかなというふうに思ってます。
じゃあどうするべきだったのかっていうところで、まあ、何点かですね、自分の、おすすめパターンみたいのを組んできました。まあ、ちなみにざっとですけれども、それぞれのキャラクターの色おさらいしておきますと、まず最初に来ているヒュンケル、こちら白と紫なので、かぶりの少ない色にはなってます。まあ、ただイベントの特攻キャラっていうところがあるので、その攻撃力自体は高いんですけど、実際に使えるキャラなのかっていうところで言うとちょっと疑問かなというふうには思います。でアバンですね。アバンに関しては緑赤、これは戦士とかと同じなんですけど、守備寄りのキャラで攻撃も高めで、前線でのガード役兼アタッカーみたいな感じで、このそれなりに使えるキャラなんじゃないかなと思ってます。アバンストラッシュとかもできますよと。で台に関しては赤青、勇者と同じ色になってますね。なのでアバンに関しては戦士と同じで、で台に関しては勇者と同じ色というとこです。で台は強力なアバンストラッシュができますよという特徴があります。でポップですね。ポップに関しては緑青、青緑になってまして、貴重な魔法使い役というとこですね。ほのけ魔法をストーリー進めていく上で非常に優秀ではあったので、これは使える場面結構あるんじゃないかなと思います。でマームですね。白赤になってます。で貴重な回復薬ですね。自分で回復薬用意しないのであれば、マーム入れる必要があるのかなというような印象ですね。であとはヒュンケル、ヒュンケルはですね、結構最後の方行かないと獲得できません。なので戦闘力としては8000ぐらいいってるぐらいの段階になるんじゃないかなと思います。でそれなりに強いキャラだと思ってます。で紫緑っていう結構かぶりの少ない色なので、こいつ自体は最初から取れてたら結構いいなというふうには思いました。であとはクロッコダインですね。こちら打撃系とかも使えて HP が非常に高いですね。でガード崩しみたいな感じのキャラクターなのかなと思いました。でこれも緑赤になってて、アバンと全く被ってます。でアバンと、全く被ってるし、戦士とも全く被ってるというような感じですね。なので、クロコダインとアバンっていう相性はまず悪いんだろうなというような感じですね。でさらに戦士とかも使い始めると、赤緑が3つずつ被ってですね、最悪なことになるっていうところなんで、そういう編成は注意した方がいいよというような感じになってます。じゃあ被らない編成って、ちなみに職業も見ておきましょうね。職業に関しては勇者が赤青で、戦士が緑赤で、魔法使いが青紫で、僧侶が紫白という感じになってます。比較的被りが少ないのが紫とか白とかっていうところですかね。で時点で緑みたいな感じなんですけども、それで最終的にじゃあどういう編成が被りが少なくていいのかというところで言うと、例えばですけども、自分が僧侶やるようなパターンですね、紫白でポップ入れてあげて、緑青で赤青の台ですね。で赤緑というところで、こうしてあげると赤が2つ、青が2つ、緑が2つで紫白っていうのは自分だけっていうような感じになるので、自分が非常にまず強化しやすいですよと。でさらに、2つかぶりまでしか発生してないので、その各キャラに関しては結構強化進めることができるんじゃないかなと。でアバンに関してはイベントのところで、イベント周回するとですね、アバンの強化もかなり進むよというような感じになってます。でこの編成であれば回復役しっかり用意できるというところと、魔法系の役もいて、あとはアタッカー2人というところですね。なので獲得すべきだったのはリセマラにおいて、アバンの剣とダイのパプニカのナイフ、この両方をゲットしておけば、よかったというところですね。だってどっかでポロッとあの杖とか出てくると、めちゃくちゃいい編成なのかなというような感じです。はい、次のパターン見ていきましょう。自分が魔法使いだったパターン見ていきます。まずはアバンですね。そしてダイで、あとはマーム、そしてヒュンケルで、あとは魔法使いというところです。5人入れてるんですけども、この中の4人の組み合わせで、固定されるのは自分とマーム、ここは固定かなと思ってます。でこの時点でまず被りがまだないんですよね。白赤と 青紫という形になってます。であとは、自分の取れた武器によってっていうところなんですけれども、赤緑使った場合は、アバン入れたとしても、あと残り2人、残りの2人のどっちか入れたとしても、かぶり出てこないので、そんな形の考え方になってくるかなと思います。この編成であっても回復と魔法使い1人ずつ入れてですね、アタッカー2人みたいな構成が組めているというところです。続いて自分が戦士やった場合、
っていうところで言うと、今のところ被りが出ないように組むと、こうなっちゃいます。まあその魔法使いと回復役は一人ずつ入れるということを前提として、まあ被りなくやるとこうなっちゃいます。なのでイベントキャラになっちゃうんですよね、現状だと。だから戦士だと効率よく現状はいかないよっていう感じなのかなと思われます。そして最後勇者っていうところなんですけど、勇者に関しても最終的にはいいと思うんですよ。ヒュンケルとかで仲間になるんで、このような形になってくるかなと思われます。その際にですね、勇者をやりたいのであれば、槍ゲットした場合は別に勇者でもいいんですけれども、ヒュンケルの今回のガチャですよね、出てるガチャとかでヒュンケル装備っていうのが、必要になってくるのかなというような感じのイメージがしてきます。そういう意味だと、ダメージ受けづらいですね。僧侶とかの位置づけっていうのが、結構、序盤としてはやりやすいのかなっていうところですかね。こちらの自分を僧侶に据えたですね、編成っていうのが、今回ピックアップの確率、0.5% ずつということで、どちらかが出る可能性っていうのは結構あるのかなというところはあるので、序盤簡単に進めていくっていうところを考えると、この辺を見越して、後々いろいろ変えていくっていうのはいいと思うんですけど、こういう編成は全然ありなんじゃないかなというふうに思いました。はい、というところで、ちょっとね、ただポップと一緒に出なきゃいけないとかいうところもあったりするんで、そうするとアタッカーが少なすぎてですね、先進みづらいとかっていうところもあるので、他の職業っていうところもある程度はね、プレイヤーはアタッカー的な職業もこなせる必要はあるのかなと思うんですけれども、ストーリー進行を進めていくにおいての編成みたいなところで言うと、結構こういうパターンっていうのは、効率よくなるのかなというところはありますね。というところで、今回はもうきらめきですね。とにかく各キャラのきらめきの設定というところ、こちらを把握して、現状自分の持ってる装備なりなんなりというところを見てですね、なるべく効率よく仲間のボードが上げていける、職業のボードが上げていけるような編成というか、ストーリー進行用の編成というところを考えていただければいいかなというふうに思います。自分は今、ボードが全然上がらなくなって非常に困っているというような状況ですね。いつもご視聴ありがとうございます。お役に立ちましたら、ぜひ高評価よろしくお願いします。それではまた。